はい、どうも皆さんこんにちは、ムーポンです。モンスターハンターライズ、今日はね、そうだね、トウモロコシだねとそう、別にね、これね、ネタ武器じゃなくて、なんかね、結構砲撃能力が強いみたいな、なんかそういうね、武器、トウモロコシがあるんですけど、ちょっと切れ味が短いかな。まあちょっとね、砲撃してたらバンバン切れ味なくなっちゃいそうなんですけど、まあね、威力高いらしいんで、これちょっとぶち込んじゃおうかなと思います。で、今日はね、まあセレクトクエストあと1個っていうところでね、1回ちょっとね、裏でなんかね、リオレイヤー行ってきたんですけど、さああと1個なんで、ビシュテンゴこれ行きましょうか。上位になったビシュテンゴの強さがいかにみたいなね、なんかところを見ていきたいんですけど、そう、貝の時もね、確か貝というか里クエ行った時も確かね、なんかヘビちゃうわ、ガンランスやったような気がするんですけど、まあその時のね、なんか同じような感じで果たして戦えるのかなみたいな、まあそういうのもね、見ながら狩りやっていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。ビシュテンゴが柿を投げてきたからプレゼントかと思ったにゃ、なのにピカッと光ったりビリビリしびれたり、なんだか変な柿で、もう嫌な散々な思いをしたのにゃ、あいつ悪いやつだにゃ、ハンターさん退治をお願いだにゃ。あー、かわいそうにね、なんかいつも被害に遭ってるアイルなんかな、わかんないや、なんか多分どこどこのアイルみたいな今出てたような気がするが、よし、こんな感じで一通りいただくものをいただいて、まっすぐですね、とにかく結構遠い、意外とまっすぐも距離があるからね、まあまあぼちぼち鳥さんとかね集めながら、まあ、力を蓄えて、そう、サブキャンプがねこっち方面はあんまないから、ちょっとね何とも言えないんだけど、うん、なんともというかショートカットはねできないんですけど、まあそこはねやむなしといったところで、まあ言ってたら来ましたね。はあ、ふっ、いやー、リロードする、ふっ、つん、あ、ちょっと、おー、あー、今完全になんかガード解いてしまった、危ない、つんつん、外したか、結構威力高いやつなんだけどね、ちょっと外しちゃいましたね。うわ、すげえばらまいてる。しかし届く距離はほどほどといったところなんで、まあ特に気にする必要はなく、フライ、あー痛ってちょっと待って、グレート飲みます。うー、美味しい、ごっそり持っていかれたね。リロードしないといけない、リロードする、よし、でリロードして、届く、どうする、それどういう動き、そういう動き、ステップ、ふっ、そう、結構追いつけない、あれだ、ちょっと待って、あ、砥石じゃないです、間違えた、今ショートカットをね使ってドヤーってしようとしたら間違えて砥石使ってしまったまあ狙われなかったからよかったけど、なんか当たんないなんか生き残ってる、ツンツンツン、あ、リロードしてない、そっか、一発最初に打ち込んじゃったから、そう、二発しかねリロード拡散の場合はされないから、一発の威力高いけどこまめにリロードが必要なのと、三発打ち込むコンボ、あれがぴったりな数なんで、ちょっとなんかいらないタイミングで発砲しちゃうと打てないんだな。ただ遊撃と強いぞ、おー、強いかなんか知れてるダメージやってるな気がする、くらい、よし、おー、ゾーンと一発大きいやつが入りますよと、回復する、おいしい、ふう、ギーって言ってるが、どうした、どっか行っちゃうパターンか、よし、じゃあ落とし物、柿めっちゃある、こんなもん、こんなもん、こっち側にも何も落ちなかった、何も落ちてないね、よし、じゃあ砥石をショートカットから使ってね、この辺もねちょっとずつ慣れていきたいなというところなんで、まあ使いつつ、さあこの辺にいるね、よし、見つけたぞ、いけー、出会え、あー、魚影されちゃった、
そうよね。ガード OK、 リロードする。それは飛んでくる、飛んでくるが、あ、それ防げんねや。フライ、ただ弾は打ち込んだぞ。いいぞ、いいダメージ。ひょい、危ない。あんまそういう避ける武器ではない。そう、リロード、ツンツンしてから、あれどう、なんかこれリロードする連携ありましたよね、ちょっとわかんないや。ツン、危ない。ツン、おお、ふっ、打ち込んだか、入った、入ってない、入ってる、いいダメージ。一旦リロードして、ツンツン、ふっ、打ち込め、いいダメージ、リロードする。さあ、ツン、開いた、ちょっと回復飲みます。半分ぐらい持ってかれる攻撃あるもんね。尻尾とかかな、なんかでかいダメージのやつあって痛い。待って、リロードする。あー、ぽいぽい入った。まあでも全然大丈夫よ、それは。さあ、しっかりガードして、距離を詰めたいが、歩いて詰めるか、危ない、そんなことはなかった。お、何、おお、そんな大技あったっけ。イエー、なんか来た、ちょっと待った、まずいか、くっ、そっちに気を取られてしまった。今回復する、痛い、ちょっと待って、もう一丁回復する、おいしい。で、今装備できるみたいなんで、ビシュテンゴ協力してもらうか、協力してもらう、とりあえずちょっと素材集め。素材集めのためだけに殴られるプケプケさん、なんか大技全然出ない。おー、出た、痛い。ビシュテンゴなんか装備しづらいかもしれない、癖が強い、痛い。ふん、てい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 、あー違う、そっちじゃないんです、ミスった、ミスったけど、じゃあ遊撃を打ち込んじゃおう。もう用済みだと言わんばかりにぶち込んだ。ふっ、届け、届いた、届いてない、しっかり捉えないとダメか、これは。それは、それは柿、柿どっちだったの。柿どこ行った。おー、ピカーしてる、ナイス。さあ、ぶち込め、よーし、ダメージ。お、おー、暴れてる。あー、外した、ちょっと待って、リロードする。ちょっと砥石使いたい、そう、ここから使える。そう、思い出したかのごとくね、リロードして、なんかどっか行ったぞ、追いかけるか。さて、落とし物なかったっけ、なんかね、いっぱいプケプケと争ってたから、なんか落ちてない、ない、意外とない、ない、全然ないね。あ、こっちか、はい、おー、ちょっとだけ。まあ、ないよりかはね。よし、じゃあ追いかけるか。この辺、こっち、こっち、まあでもすぐいるね。なんか落ちてる、ちょっと待って、お、プケプケの落とし物、何があったんやろ。ふっ、ふっ、ふっ、撃てー、いいぞ、危ない、なんで食らわなかったのか分かんない。リロードする、ふっ、ガード OK、 痛い、痛いが、そんなでもダメージはなかったね。あ、そう、リロードしないといけない、リロードする。そう、ステップしながらやったっけ。いった、なんかファンゴさんにやられた。回復飲みます、おいしい。待って、グレートじゃなかった、まあでも十分やな。あ、違うのか、ステップして砲撃しちゃうね。まあ、ス
と一旦戻して、あーちょっとピカピカくる、ピカーガードオッケー、防げんねんなあれ。ふっふっ、打てー、えい、入った、入ってる、いいぞ、ふっ、ステップステップ、打てー、あ入ってない、あ痛い、待って、オッケー薬、あれ飲んでる、飲んでない、オッケー薬飲みます、一旦オッケー薬飲みます、そして気づけば毒が回復してる。まあでもこいつの毒そんな強くないから解毒薬いらないね。待ってリロードする、リロードオッケー、撃てー、痛い、やべー、回復、これ大丈夫、あなんか耐えたリロードする、よし、おお風が、おお変な動き、変な動き、相変わらずまだこいつの動きがよく分かっていない、撃てー、痛い、打ち込めなかった、リロードする、リロードする余裕あった、ガード OK、めっちゃ目が合ってるそのふわーはチャンスやったんか、あ攻撃に備えろ、すまって、何してくんの、やだそのぐるぐるずる、ふっ打ち込め、よしいいぞ、ガードオッケー、すまって、オッケー薬、あれオッケー薬、おいしい、リロードする、オッケー、さあで目があったが投げてくるね、ソラガードオッケーよ、飛んでくるやつか、飛んでくるやつもオッケー、これ今チャンス、ふっ打ち込め、よーしいいぞ、リロードオッケー、さあ、お待って、チピンチピンやってる、落とし穴ある、こっちに誘導するか、ここでガードします、ここでガードします、よーしいいぞ、ぶちのめすぜ、撃てー、よーしいいダメージ、いいダメージかちょっとうんってなった、なんかこれの威力高いからなんか親みたいな、なんかそんな感じになったが、さあリロードして、打ち込め、ふっ入った、入ってる、入ってない、痛い、詰まって、これ回復しないとやばくない、危な、離れます、離れます、回復薬飲みます、いてー、気をつけろ、おナイス、大きい薬、一旦大きい薬、ピカピカしてる間に小石か、ここ小石やな、まだ捕獲マークとか伸びてないからまだね長期戦になりそうやからね、一旦ここ砥石使って、あリロードしてなかった、チャンスを逃す、打ち込め、入ってない、入ってない、あどっか行っちゃうか、すぐに追いかけるぜ、こっち、ひょい、なんか蜂蜜拾ってた方が良かった、なんかそこにあるよね、あるね、蜂蜜もらってっか、蜂蜜、よしで、ちょっと壁上に向かって走ります、よしで、とりあえずピッピューが拾えるならばピッピュー拾ってく、でこっちルートか、よしちょっと高いところからね失礼しちゃおうぜ、念のために砥石もっかいしとこう、ちょっとだけ打ち込んだからね、いや切れ味の消耗激しいな、ガンランス、あみっけ、イエーイ、あー方向はダメよ、ふっリロードする、飛んでくる、飛んでくる、オッケー、飛んでくるオッケーやし、ここの間抜けれちゃうんだな、ガードしてれば、打ち込む、これはガードします、
ガード OK。 お、それ届かないんじゃない？届かないね。リロード、溜め打ち、うわ溜め打ち強っ。ちょっと待って今雑に放ったダメージ結構いいダメージだった。なんか一発だけ強いやつ撃てそうなタイミングとかがあれば、なんかそれ狙っていくのいいかもな。ふっ、打ち込め。さあ、バックオッケー。危ない。ステップ、えいえい、ふっ、打ち込め、どんどん打ってけ。よし、いいぞ。痛い。リロードする。リロードする余裕あった、余裕ありました。当たる？よしよしよし、いいダメージ、固定ダメージ入るからね。さあ、詰まって、うめ、詰まって、グレート用意してなかった。グレート飲みます。おいしい、弱ってんぞ。あ、ちょっと待って、っていうか捕獲マーク出てるならば落とし穴用意するか。罠を設置した。さあ、このまま捕獲。よーし。うん。結構でも、まあまあまあ、こんなもんか。いや、なんか、ね、ビシュテンゴやったけど、思ったより早く倒せたかなと思ったけど、15分くらい。まあ、ぼちぼち。いや、でもなんかね、結構なんか、相手の隙見てる瞬間とかが多かったような気がするけど、なんかシンプルに砲撃のダメージでかいからか、そう、一発がでかいからか、割とね、なんかダメージ入ってましたね。まあ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 、なんか上位とか、上位のね、なんかもっと上のランクとかになってくると、ちょっとなんか砲撃の威力とかね、足りなくなってくるのかな、みたいな感じですけど、上がりたてとかにはね、ちょうどいいかもしれない。さあ、報酬もいただいて、で、クリアと。で、あれですよね、今、セレクトクエスト5個クリアしたから、ま、緊急が来るぞと。知らないモンスターかな？知ってるモンスターかな？わからん。その辺はさっぱりわかんないが。お、緊急クエストでゲコよ。おう、ムーポン、緊急クエストがやってきたでゲコよ。タイシャートで、あ、タマミツネか。いや、知らんモンスター来るかなと思ったら知ってるモンスターやったわ。大暴れしとるでゲコ。おとなしいタマミツネだったからさほど警戒していなかったのに、いきなり暴れ出したそうでゲコ。うん、一体なんでこのタイミングでタマミツネなんやろうね。原因はハンターズギルドが調査中ゆえ、犠牲が出る前に狩猟を頼むでゲコよ。ああ、何故突然に。ね、確かになんでタマミツネが。ムポさん、緊急クエストです。タイシャートでタマミツネの狩猟ですね。幻想的で美しい容姿ですが、見た目に惑わされぬようご注意ください。宝庫竜の名の通り、体から泡を発し、こちらの自由を奪い、自身は体を滑らせ、素早い動きで攻撃を仕掛けてまいります。突然に暴れ出したそうで、その原因も気になるところですね。それではご武運を。しかもなんか乱入なさそうよね。じゃあなんでちょっとこのタイミングでタマミツネなのかはわかんないけどまたね、次回も動画でお会いできればなと思いますので、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。